皆さんこんにちはトコボウッド斎藤正光です初心者のための木工基礎講座第3回目です今日はネジでの固定方法に関する講座です前回までの講座を見逃している方は見ておいてくださいね前置きはなしにして早速始めていきましょうネジでの固定を上達するポイントは至ってシンプルです半ネジと全ネジの違いを理解するこれにつきます あとはめんどくさがらずに下穴を必ず開けることです。下穴を開けないと材料が割れてしまいます。この二つができればもう初級ではありませんよ。今日この講座を最後まで見ていただけたら即刻で初級卒業というわけです。では早速半ネジと全ネジの違いを理解していきましょう。半ネジと呼ばれるネジにはネジの切っていない部分が存在します。これは一体何のためにあるのでしょうか それは接合する材料この上側に見えている木と下側に見えている木を引き寄せるためにありますそもそもネジはこのネジの山と谷これが材料に食い込んで固定されるものですということはこのネジを結合に使う場合このネジが切ってある部分はすべて材料と固定されるわけですね 全ネジを用いた場合この2つの材料をしっかりと固定することができます上側の材料とこのネジ部は固定されますし下側の材料ともこのネジ部が食い込んで固定されますただしこの材料が離れている場合今の画面で見えているように上側の材料と下側の材料が離れている場合はこの離れた状態でこのネジと固定されてしまいます一方半ネジでは ネジの切ってない部分が存在するわけですからネジの頭側この画面上側の材料とネジはネジの頭の頭この座面で下向きに押し付けけられるわけですこの下に引き寄せられるこの押し付けられるこれが材料を引き寄せるという効果を生みます。初心者のの方で多く見かけるのが しっかり材料が密着していない状態でインパクトとネジを使って引き寄せようと頑張っているパターンです全ネジではいくらインパクトで頑張っても引き寄せられることはありませんネジで木材にドリルのように穴を掘っているのと全く同じ状態ですそれでは実際に全ネジで引っ張ることができないのか試してみます材料と材料の間に 薄い板をかましてわざと隙間を開けておきますネジの頭が材料に少し接触するまで締め付けますスペーサーを取り外して隙間が空いていることを確認しますこの後インパクトで締め付けてみます 何度ややってもははりりつの材料が寄ることはありません全ネジを使うのであればクランプでしっかり固定してから使いましょう半ネジでも同様に検証していますスペーサーを挟んで締め込んだ後わざと隙間が空いた状態で締めてみます簡単に材料が引き寄せられましたそしてネジ1本でも引っ張られていてびくともしないぐらい強度が出ました では全部半ネジにして引き寄せることを頼りにして締め付けた場合どうなるでしょうか半ネジで引き寄せるためにインパクトで頑張っていますそうすると今度はネジの頭が必要以上に沈み込んでしまいまいすネジの座面が平面なタイプのネジであればそこまでダメージはないかもしれないですが多くの場合コース,スレッドとといいいうネジを使っていると思いますこの場合頭の座面はテーパー形状をしています。 これはくさびを打ち込んでいるのと同じ効果を生みますなのでどこまでもくさびは入っていきますしテーパー形状ですとネジが材料を引っ張る力が材料にうまく伝わりません結果としてしっかりと引っ張る力が材料に伝わらないのです全ネジであればネジの座面の引っ張りに頼らずネジ全体で結合力を保持することができますつまり全ネジ半ネジというのは 適適材適所どちらのネジを使うかはものの構造やクランプの適切な使用使用中にかかる力によって全ネジか半ネジジかか半が決まりまりすじゃあどっちを使えばいいのというと DIY であればあまり気にせずに半ネジを使っていくのが無難でしょうでは実際に作業してみます前回の講座で1 4をカットしましまたねそれらを箱形状にネジで接合しています 使うのはホームセンターで手に入るススリムビスを使ってみます。まずは下穴を開けておきます。 その後ドドリルドライバーなので締め付けます。ネジの頭の座面が材料に接触してからほんの少し沈み込む程度で OK です必要以上に締め込むとネジで穴を掘り荒らしてしまいかえって締結力が低下します。 家具の場合使う道具のおすすめはこのドリルドライバーです締め付ける力をクラッチで細かく調整することができます穴を開けるときは高速回転がいいですが締め付けるときは低速回転にしておくとより作業しやすいです高速だといくらクラッチが付いていてもどうしても衝撃力がかかってしまいますのでインパクトで締め付けたのと同様な作用が出てしまいますもちろんこのインパクトで締め付けることが 悪いというわけではありませんが細かい調整がより効くのはこのドリルドライバーの方ですいかがだったでしょうかもう一度復習しておきましょう全ネネジ、半ネジ半をを適材適材所でで使い分けける。る。必ず下穴を開けるこの2つです。DIY であれば半ネジを使うのがいいでしょうもし全ネジを使う場合は最初に材料をクランプなどでしっかりと密着固定してから締め付けましょうそして ホームセンターに行けばたくさんの種類のネジが存在します迷ったらコースレッドを使ってみましょういつも見ていただきまして本当にありがとうございますもし今日初めてこのチャンネルを見ていただいた方は次の木工基礎講座を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします次回は接着剤での固定方法についていろいろと実験してみることを予定しています楽しみにしていてくださいではまた次の動画でお会いしましょう